で、久しぶり。おう、ちょっと話したいことがあるんだけど。もしかしてジャニーズから返事来た？は？来ねえよ。なんだよ、まだ送って1週間も経ってないんだよ。ああ、そうだったね。昔送った時返事来るのに3年かかったんだよ。3年後だから34歳か。まだいけるでしょ。そんなことより、あ、わかった。また変な視聴者に声かけられた。いや、そう、あ、でも確かにこの前、あ、だだだだん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 だだんかん、はい、多分それです。ダンテと間違われたのかな、もしくはダン。ああ、で、その後ミメに、あ、わかります。わかりますってなんだよ、わかってねえだろ。だよな。で、そんなことはどうでもいいんだよ。何？なんで YouTube やってんの？は？だって YouTube Japan はすごい嫌いだって言ってるし、 YouTube Japan の動画は全部ゴミだっていつも言ってんじゃん。動画作るの好きだからだよ。あと、人からかったりするのとか、ネタ考えたりするのとか、特に坂東エイジディするのがすごい大好きだね。好きなことで生きてます。で、いつか YouTuber としてテレビに出たいんだよ。なんで？テレビ大嫌いじゃん。テレビって結構 YouTube のことバカにしてるじゃん。だからいつかテレビに出て、YouTube ではこんな素晴らしい動画やクリエイターがいることを伝えたい。本当に？なわけねえだろ。この前の視聴者さん、もし見ていましたら、PDR さん、ミメ、PDR さん、ミメ、ね。この動画が面白いと思ったら、ぜひ高評価お願いします。YouTube の動画を作ってる皆さんは、なんで動画を作ってますか？好きだからやってますか？お金が欲しいからやってますか？有名になりたいからやってますか？なんとなくやってますか？ぜひ教えてください。あと、昨日ゴミ箱チャンネルで動画を出したので、見たい人は横をクリックするか、下にリンクが貼ってあります。では